分ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は国産メーカー初となる Chromebook、 こちらが富士通の方から発売されることが決定しました。この製品についての速報動画につきましてはもうすでに公開していますが、具体的な発売日は12月10日を予定しており、富士通公式サイトの方で発売が行われますが、それに先駆け Amazon の方でも予約がスタートしていますのでご紹介したいと思います。その後でまだご存じない方のために、今回富士通から発売されますこちらの Chromebook、 どういった製品なのか、スペックなど詳しくご紹介したいと思います。まずは Amazon の方で予約がスタートしたモデルの価格からご紹介します。こちらが今回の最新の Chromebook 発売ページの方になります。今回 Amazon で予約がスタートしたモデルは合計3機種あります。まずはこちら、最も価格が安いモデルで CPU にセレロンを搭載し、メモリ 4GB、ストレージが 64GB というモデルになります。価格は最も安く 49,800円となっています。ただやはりセレロン搭載の Chromebook は2万円台から販売されていますので、そういった低額なモデルと比べますと少し見劣りしてしまうところはありますが、富士通ならではの製品ということで後ほどご紹介しますが、とてもいいキーボードを搭載しているなど、文字をたくさん入力されるという方にとっては意外とそういったところまで考慮しますと 49,800円でも十分お買い得なモデルと言えます。その他こちらのモデルにつきましては、CPU は同じくセレロンですが少し価格は高く 54,800円となっています。先ほどのモデルとこちらのモデルで何が一番違うかというと、このディスプレイがタッチに対応しているかどうかというところが一番の違いです。特に Chromebook の場合、 Android 向けのアプリを動かすことができますので、個人的にはちゃんとタッチに対応したディスプレイを搭載しているということが一つ重要な要素になってくるかと思いますので、少し価格は上がってしまいますが、どちらかというとこちらのモデルの方がおすすめです。ただし Google ドキュメントなど基本的にはキーボードで操作することが中心という方の場合は、価格は一気に上がってしまいますので、最初にご紹介した49,800円、こちらのモデルでも十分かと思います。そして3つ目のモデルが今回 Amazon で販売されるモデルの最上位機種、 CPU の処理性能が一気に上がり、 Core i7 そして第11歳の Core i3 ということで最新の CPU を搭載したモデルになります。メモリ、ストレージにつきましてはその他のモデルと同じ 4GB、64GB となっています。こちらのモデルにつきましても当然タッチに対応したディスプレイを搭載しており、このモデルは何といっても CPU が高性能な CPU を搭載していますので、Chromebook の中ではとてもサクサク動くモデルとなっています。その反面価格は高く 64,800円となってきますので、ここまで来ると少し購入するかどうか迷ってしまうという方もいるかと思います。では今回 Amazon の方でも予約がスタートしましたこちらのモデル、どういったモデルなのか、詳細なスペック、特徴などにつきましてもご紹介したいと思います。まずはスペックからご紹介します。先ほどご紹介した通り、CPU はセレロンを搭載したモデル、それからインテルの Core i3 を搭載したモデルなどがあります。メモリにつきましては全て共通で 4GB。ただし、こちら、Amazon では販売されませんが、富士通公式ストアの直販サイトで販売されるモデルのみ、8GB のメモリを搭載したモデルというのも用意されています。と言いましても、さすがに Chromebook で 8GB のメモリが必要かどうかというと少し微妙なところはありますので、パソコン感覚で言うと絶対 8GB は必要というところはありますが、Chromebook ですので、4GB のメモリがあれば十分と考えて問題ないかと思います。ディスプレイにつきましても全てのラインナップで同じ14インチ、解像度はフル HD1920×1080 ドット。
タッチ対応モデルとタッチ非対応の格安のモデル2つが用意されています。それにつきましてはほとんどのモデルが 64GB となっていますが、唯一公式の直販サイトで販売されるモデルのみ 128GB モデルも用意されています。ただしこちらもメモリと同様で Chromebook でそこまでたくさんのデータを保存する必要があるかというと少し微妙なところはありますので、こちらも極端にデータをたくさん保存するという方、アプリをたくさん入れるという方以外は 64GB モデルで十分のように思います。あとインカメラを搭載しているほか、このモデルその他のメーカーと比べて優れているポイントとしてはこの日本語キーボードというところで、キー配列につきましても癖のない配列を搭載しており、例えば Chromebook をよく販売しています Acer とかレノボの製品というのはエンターキーと鍵括弧が一つの枠の中に無理やり押し込められていたりという少しいびつな配列をしているようなキーボードを搭載している Chromebook というのは多いですが、この製品は国内メーカーの製品ということもあり、とても綺麗な日本語配列を採用しています。 Google ドキュメントなどで文章を作成される方にとってはこのキーボードとても便利なキーボードになっています。Wi-Fi につきましては最新の Wi-Fi 6にも対応となっています。 Bluetooth はバージョン 5.1 に対応、インターフェースも豊富に揃っていて、これで十分なインターフェースが一通り揃っているかと思います。あと連続駆動時間につきましては Chromebook ならではの長時間の駆動が可能で、薄型ではありますが10時間の駆動が可能、本体の重さは 1.29kg ということで、富士通の製品といいますと 600g 台のノートパソコンもありますが、それと比べると少し重たいものの十分携帯できる重さかと思います。ということで以上が今回富士通から発売されることが決定した Chromebook の仕様となります。そしてインターフェースとか先ほどご紹介した日本語配列のキーボードなど、その辺も詳しくご紹介したいと思います。まずはキーボードの方から詳しく見ていきたいと思います。少し映像の方を拡大しますとこんな感じでとても綺麗な日本語配列を採用しています。例えば数字の1の隣は全角半角キーで、これも比較的よす機能ですので大きめのキーになっています。あとはスペースキーの左右のキーにつきましても英数カナキーといって、こちらで日本語英語モードを切り替える方も多いかと思います。この辺のキーも大きめに用意されていて使いやすい配列となっています。あとは何といっても便利なのがこの矢印キー、その他のメーカーのものは無理やりこの枠の中に押し込められているモデルもありますが、ちゃんと1段下がった逆 T 字型になっていて、この辺のキーの配列などもとてもよく考えられた富士通ならではのキー配列になっています。続いてインターフェースにつきましてはこんな感じ、こちらも映像の方を拡大しますとこんな感じで、マイクロ SD カードリーダー、イヤホン端子、 USB-C 端子、 USB-A 端子、そしてこちらは盗難防止用のセキュリティスロットになります。こちらが本体正面から向かって右側面になります。反対側はどうかと言いますと、こちらが反対側。反対側、本体正面から向かって左側面につきましても、USB-A 端子と Type-C 端子がそれぞれ搭載されています。あと、この部分には HDMI 端子も搭載されています。マサルが比較的最近購入した Chromebook と言いますと、CPU に Core i7 を搭載した Asus のハイスペックな Chromebook ありましたが、そちらはかなり薄型のモデルでデザインを優先してしまった関係上、この HDMI 端子がありませんでした。さすがに Chromebook をたくさんのディスプレイに接続してマルチモニターで使うという場面は少ないかもしれませんが、やはりこれがあることによって自宅で作業する場合は圧倒的に快適に作業することができますので、できればこの HDMI 端子搭載しているモデルを購入しておくと後々便利かと思います。
以上がインターフェース周りとなっていて、基本的にほとんどのインターフェースは本体正面から向かって右側、そして左側に搭載されています。デザイン的にもこの部分に小さく富士通のノート PC のロゴが入っているだけで、特にど真ん中にメーカーのロゴが大きく入るということもなく、背面のデザインもすっきりして好感が持てるデザインかと思います。14インチとディスプレイサイズはそこそこありますが、このように比較的強額縁のディスプレイを採用している関係上、本体のボディサイズはそれなりにコンパクトで、なんといってもクロームブックで犠牲になりがちのキーボードにつきましても、このように綺麗な日本語配列を搭載していて、パソコン代わりにクロームブックを使いたいという方にとっては、このキーボードというのはとてもありがたいかと思います。OS が Chrome OS ということで、機能的なところにつきましては、その他のメーカーの Chromebook とそこまで大きな違いはないもの。CPU に Core i3 を搭載したハイスペックなモデルを選択することができたり、また国内メーカーの製品にしては割と頑張っていて、一番下のモデルであれば 49,800円と税込みでも5万円を切る価格で購入できるなど、とてもお買い得感のある Chromebook となっています。発売日は12月10日からということで、まもなく発売がスタートしますが、なるべく早くゲットしたいという方は早めに予約して購入することをお勧めします。特にマサラの予想としては、この一番下のモデル、価格はとても安いモデルにつきましてはかなり人気は高いかと思いますので、このモデルが特に欲しいと思っている方は早めに予約しておくことをお勧めします。なお、この動画の概要欄には今回富士通から発売されます最新の Chromebook 販売ページのリンクを貼っておきますので、実際に購入しようと思っている方、また同時にもっと安い格安の Chromebook のリンクも貼っておきますので、それぞれ興味のある方は動画の概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。